はい、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。どうも、エルザです。じゃあ、今回、ケイトでやっていこうかなと。さあ、とりあえず、早めに直したいね。さて、リージョンか。あら、迷ってこっち来た。やばいやばい、よし。あー、一発。いや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 、リージョンさんか。グレンの狂乱が今ので途切れたはずだからね。お、あっつり殴ってきたね。まだ溜まってないと。この辺りに確かにトーテムがあるはずなんだけど、あー、やばいやばいやばい。とりあえず逃げるか。お、発電機がある程度回ったね。グレンの狂乱の方だったか。え、二人行って、あ、三人目に行ったね。あ、違う違う違う、倒してしまった。さあ、そこ後ろ直したいね。とりあえず回復してからだね。まあ、遅延行為がね、やっぱ強いからね。あ、仕留めに行った。そうなんだよね。死恐怖症がね、ほとんどの確率でついてるから、ユノの照明が結構対抗策としては良かったりするんだよね。板はミスったなぁ。ほい。まあ警戒する。じゃあ次こっち。まあ一発もらっても全然いいような気はするんだけど。あ、まだ来るね。来た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 。で、飛び越えて、時間的にそろそろ切れるんじゃない？おー、意外と前に来た。はいはい。しっかりと当てに来たね。あー、遅延優先か。そうか。意外と一発当てたらそのままって感じだね。お、ナイス。チェイスした甲斐がある。ナイス。めっちゃ直すやん。さあ、これで回復して、ちょっと死恐怖症の後悔消したいけど、どうだろうね。他の味方が見つかったらもう一緒だからね。まあ、でも直してくれてるからめちゃくちゃ助かるな。そうだね、リージョン釣り切れないっていうのがあるからね。さあ、なあ、おそっと。
静かだね。ああでもあれか、オブセッションやったから俺切られたのか。その可能性もあるね。さて向こうかな、反対側でやり合ってるかな。お、回復したね。あら、結構ぐるぐる探してる感じかな。あ、他に人になったね。映ったね。あ、もうすぐで治った。さああと1個、他の味方が、治してるかな。ちょっと通ってる。ハッチもそこあるからね。戻ったかな。仕留めに行きたくなるよなっていう感じはするんだけどね。あー、やっぱ追っかけたね。様子見に行きますか。開けた。向こう開けたか。やばいね。デイビッドさん。まあ、ノーワンはない感じか。さあ、ちょっとぐるーっと回って。あー、一人脱出したねー。うい、あ、痛かった。まあ妨害はできたから OK だね。いやいやいや、なんとか全員脱出だったね。はい、ということで、今回はここまでとなります。まあ、あんまり回せてないからな、微妙だったんだけど、チェイス多めって感じだったね。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。